さあ5分になりました。第7レーススタート。2番の内山貴博が前取りへと出ていって、5番の藤原亮太が2番手にいて、1番の三田村健介が3番手、3番地元川島勝、7番の高野輝明、そして4番小原亮也と続きます。最後尾6番の石黒健、1番の三田村がスーッと車を進めて先頭位置に、近畿コンビの3番手は愛知7番の高野輝明で、遠征メンバーが三者全端並びを整えます。5番の藤原亮太は切れ目の4番手、短期戦です。4番の小原は地元3番川島に任されての初日、九州ラインが5、6番手、6番の石黒県最後尾、3対1対2対1の一本棒、競争は2周回目に入りました。1番の三田村、パワー上位の存在、直決勝もありまして、後期は今回で3場所目です。復調へ向け流れ良くしていきたい2番の内山、この近畿コンビの3番手、佐世保およそ6年ぶりの7番の高野です。5番の藤原、短期戦、6番石黒と各々納得の短期戦を初日から選んだ中国勢、4番の小原は地元3番に、川島に任されての初日のレース、5番手から車を動かします。さあ3番川島勝が追走して、小原亮也がスーッと車を前へと進めていきまして、1番の三田村、ここはまずは突っ張ろうとするんですが車を引きました。九州ライン2車前段、6番の石黒健が3番手、5番の藤原位置変えての4番手、中近勢が前から5番手以降に車を下げて、1番の三田村、さあ引いてドンと行きますか、ジャンマ一気に巻き返す、打賞の3コーナー、4番の小原を1番の三田村がパワープレー一気に叩きます。4番小原は番手飛びついて、さあ2番の内山に競りかける、3番手も内、3番地元川島で外、7番の高野、2、3番手並走位置、6番の石黒、そして5番の藤原最後尾、さあ7番の高野交代、地元3番の川島が2番の内山の後ろに切り替えての優競争になりました。さあ1番の三田村、2番の内山、近畿コンビの3番手に地元3番川島、6番の石黒、そして5番の藤原も伸ばしてきようとしますが、1番の三田村健介がまずは先着、2着争いで2番の内山と地元3番川島です。第7レース A 級特予選レース、1番の三田村健介が力強く押し切りました。4番の小原を叩き切って、小原は引くに引けぬとばかり内山に飛びつきました。内山番手守って、3番の川島は7番高野さばいての3番手、近畿コンビの後ろから中、人の見狙いましたが、どうやら1着1番三田村、2着2番の内山での近畿ワンツー、1番2番に地元3番川島、3着入線決定までしばらくお待ちください。第7レースでした。